商店は日本テレビ系列で1966年5月15日から毎週日曜日夕方に放送されている園芸バラエティ番組。後楽園ホール前にはかつて商店土産売店が存在した1966年5月15日に金曜夜席を受け継ぐ形で放送開始。番組名は立川男子がヒットドラマ 氷点をもじって命名したとされているが、男子によれば命名したのは、番組スポンサーのサントリーに当時在籍していた、柳原良平だという。放送開始当時はまだ、カラーテレビの普及率が1%にも満たない時代だったが、当番組は初回から一貫して、カラーで放送されている。収録は、後楽園ホールで、 各週土曜日の昼頃に行われ、1回の収録で2から3週分収録する。また年に数回、ネット局の開局記念イベントなどで、地方収録が行われる。新春スペシャル24時間テレビメンバー優待などの、特別企画の場合は、日本テレビ、工事待ち分室、番長スタジオで収録が行われる。過去には、三遊亭窓科学司会時代に、 窓科学が自ら立てた寄せ若竹で収録を実施したことがある。園芸、バラエティ番組としては珍しく、なぞりテロップや状況説明用の固定テロップは原則使用していない。ただし、24時間テレビや正月特番などの特別大喜利やロケ企画ではこの限りではなく、ごく稀に園芸コーナーでも固定テロップを使用することがある。 視聴率では週刊バラエティ番組部門での1位を記録することもある。放送回数は2016年1月31日の放送で2500回に到達した。2016年現在の日本テレビの番組では NNN 今日の出来事キューピー3分クッキングに次いで放送期間の長さで歴代第3位である。さらに2009年には 素人名人会の42年という演芸番組及びバラエティ番組として最長の放送期間を塗り替えた。2005年11月23日には放送40周年を記念して5枚組の商店大博覧会 DVD ボックスが発売された。日本テレビのアーカイブに現存する。 焦点の番組本編映像は1973年8月26日放送分が最古である。理由としては、放送局用 VTR は1970年代まで2インチ企画で場所を取り、テープの一巻あたりの単価が高価であり、放送済みビデオテープは消去されて使い回されたためである。そのため、 同番組の1960年代の映像はオープニングを除き現存していない。また、制作側が笑いというものはその場限りのもの。VTR を保存することはまかりならないという方針を長年通していたため、1997年以前の VTR についても一部の回を除いて日本テレビに残存していないとのこと。なお、 横浜市の放送ライブラリーには番組が9本が収蔵されている。1976年より毎年チャリティカレンダー、商店歴を発売しており、年末になると番組内で告知される。発売当初は価格分の郵便切手を同封して注文する通信販売のみの扱いだったが、後に書店での販売を開始している。売上の一部は日本テレビ、 小鳩文化事業団に寄付される。2015年10月には番組放送50周年を記念して記念切手セット、焦点50周年記念プレミアムフレーム切手セットが発売された。1980年4月6日からステレオ放送。1989年9月3日からはクリアビジョン化に伴い字幕放送を開始。 2009年10月4日からは解説放送を実施している。ハイビジョン制作は2006年12月24日放送分から実施しており、大喜利コーナー時の隣座席の映り込みに配慮し、黒帯を配置しオン、参加して放送されていた。2010年1月1日の新春スペシャルで初めて全編ハイビジョンとなり、アナログではそれと同時に、 レターボックスに移行し、同年1月3日からレギュラー放送も、同じく全編ハイビジョンとなった。また、全編ハイビジョン放送開始以降、大喜利のコーナーにおいて、出演者の座布団の間隔を置くようになった。2016年には、いわゆる、8K 解像度で、焦点 8K スペシャルと題した特別版を収録。番組自体は、 歌丸の落語と大喜利の二部による通常通りの構成だが、技術的なトライアルのために制作されたものであり、現在のところ一般への公開予定はない。2017年1月8日、放送分からデータ放送連動企画として、視聴者参加のデジタル大喜利を開始し、大喜利で出演者のデータ上での座布団の枚数加減が、リモコンで調節可能となった。 毎年8月後半に行われる24時間テレビ愛は地球を救うではチャリティー大喜利という特別バージョンで生放送を行う。かつては1問のみだったが、後にレギュラーと同じ3問に変更された。後に演芸も行われるようになり、ほぼレギュラーと同じ構成になっている。 さらに2019年と2021年にはその年のメインパーソナリティとの大切り対決も実施している。演芸は2010年以前はその年のパーソナリティであるお笑いコンビトリオが漫才を披露するのが慣例だったが2013年以降はマジック等にその年のパーソナリティの女優一人が参加するのが定番となっている。ネット局では放送されないため 放送回数には含まれない。2003年と2004年の新年最初の放送は、正月特番の編成の都合で18時 -18、55の1時間に拡大されて放送された。2010年7月4日の放送は、17時59分から1分間、国内全テレビ局で、全国一斉地デジ化テストを放送したため、 本編が1分遅れてスタートし17時59分までのステーブルレスで放送された。なお、本編の最後に、桂歌丸が全国一斉地デジカテストの予告を行った。逆に、地レジ e p g での放送時間は17時30分17時59分までとなった。2011年4月24日にも全国一斉地デジカテストが行われ、 同様の編成となった。2005年以降は、FIFA クラブワールドカップが日本開催に限り、FIFA クラブワールドカップ中継を優先するため休止、または時間帯を移動する。2016年4月3日より、直前の17時25分から17時30分に、派生番組、もう焦点を開始した。番組は、日本テレビと、南海放送の2局ネットで、 番組本編及びその他の関連番組でも、スポンサーを務める、龍角さんの一社提供となる。また、焦点の90分スペシャル放送時に限り、後続番組である、真相報道番記者、は休止となっている。以下の表中の出演者名欄にある記号の意味は、次の通り。出演者にはそれぞれ番組内でのキャラクターが、設定されており、特に菊王のヨタ郎キャラ、 六代目、円楽の腹黒、社会派キャラは、メンバーの代表的なキャラクターとなっている。冒頭の案内は原則として司会者が行うが、司会者が、体調不良などにより休演した回は、以下に記載している。座布団運びは、大喜りで司会者が、大喜りメンバーに差配する、座布団を運ぶのが、主な役目。衛生名誉司会番組内では、若手の落語家がアシスタントとして、 ザフトン運びの補佐をしたり、収録前の前説を行っている。そのほとんどが、大喜利メンバーの弟子。アシスタント経験者の中には、愛学のように、アシスタントと並行して、若手大喜利のメンバーとして出演していた者も,もおり、六代目、縁楽はアシスタントを経て、正規の大喜利メンバーに昇格している。 現在のアシスタント過去のアシスタント他多数1996年4月以降は番組本編を演芸と大喜利の2部で構成している番組開始当初から1996年3月までは演芸と大喜利の間に男子とゲスト対談など司会者が務めるコーナーが存在し長らく3部構成だった番組の前半に行われるオープニング後に司会者が 会場の客席からゲストを紹介する。五代目演楽は、今日の花と紹介していた。また、歌丸や翔太は、髪型から登場するゲストの場合は、髪型からおいでのうなどと紹介する。登場するゲストは、芸歴の長いベテランから注目の若手まで幅広く、ジャンルも、落語、漫才、漫談、コント、マジック、モノマネなど多岐にわたっている。 毎回一組が基本だが、40分番組だった。時代はピン芸人の短いネタの場合、二組が出演するケースもあった。通常テレビでは見ることのできない演芸も含まれていることから、当コーナーの出演映像が、他のバラエティ特番や、日本テレビのニュース番組で有名人の訃報が伝えられる際には、当番組に出演した際の映像が使用されることが多い。 主な芸の種類と主な出演者は次の通り。コーナー最多出演者はマギー・シローで2016年の時点で49回出演している。星セントルイスやツービートなど後の漫才ブームでブレイクした漫才師たちも早い時期から演芸に出演していた。特にセントルイスは1970年代半ば頃に 収録の間の時間つなぎをする、前楽を担当していた縁もあり、1977年の NHK 新人漫才コンクールでセントルイスが優勝すると、直後4ヶ月の間に演芸に3回出演させ、番組ぐるみでブレークを後押しした。その一方、実際に漫才ブームが訪れた1980年代初期には、ブームの中心となった。 漫才師らがほとんど出演しなかった。これは、焦点から出た、ズートルビを通じてブームそのものの儚さと、怖さを知ったという当時のプロデューサーが、ブームに便乗すると、ブームが去った時に、番組も終わると判断し、漫才ブームから距離を置く姿勢を取ったためである。また、裏番組に、吉本工業が制作していたヤング王、王、があったという事情もあった。 ただし、漫才ブームが、沈静化した後は、セントルイスやお盆、小盆、西川のりを上方よしお、オール阪神、巨人、今行くよ、来るよなどブームの中心を担った、漫才師も演芸に出演している。五代目演楽の司会当時は、毎年新年一回目の演芸で五代目演楽の、落語が披露されるのが恒例となっていた。現在では当番組内で落語を放送することは、 めったにないが、派生番組の、焦点特大号では落語を不定期に放送している。また、2014年6月8日の歌丸復帰会と10月19日の、菊王復帰会は、自身の病気療養期間中のエピソードを、2016年9月4日には、太平が24時間マラソンに挑戦した、際のエピソードを落語風にして披露した。かつては、 地方収録の回で、大喜利メンバーが落語を披露することが多かった。2000年代後半以降は、商店メンバーが演芸コーナーに出演する、コラボネーションネタも不定期に実施されており、菊王勘から、菊王、太平鉄拳、高楽&、広し、歌丸ナイツ、ショー点&、サンドウィッチマン、六代目円楽、鉄友などの組み合わせが、 これまでに行われている。2018年9月30日から10月28日には、5週連続で、商店メンバーとのコラボ演芸が行われた。2006年1月22日の第2000回放送と、同年5月14日の40周年スペシャルでは、演芸最多出演者として、マジックのナポレオンズが出演した。2016年1月17日には、 死郎のマジックに特別出演として、日曜ドラマ、臨床犯罪学者、日村秀夫の推理の主演である、斎藤匠、久保田正隆が出演した。演芸内で行われる企画過去に、演芸内で行われていた、企画司会者の締めの挨拶の後、大喜利メンバーたちが、講座に正座した状態で客席に向かって手をついて、お辞儀をしている様子を映したまま、 焦点のテーマを BGM に提供クレジットと次回の放送内容のテロップが出てそのまま番組終了していた。この間の大喜利メンバーたちはお辞儀をしたまま特に動きがないのが基本だが時に最後に出たネタを引きずってそれに絡んだアクションをしたり司会者と大喜利メンバーたちのやりとりが見られることもある。 2013年6月以前は最後に次回予告が出て、いたが、7月以降は廃止された。2015年5月から2016年5月8日まで、焦点思い出写真館、焦点こんな写真が。と題し、焦点のテーマを BGM に、主に、縦川男子や五代目演歌ら、番組黎明期の出演者雑誌を紹介しながら、提供クレジットを表示していた。また、 2016年以前は11月から12月にかけて番組の公式カレンダーである商店歴の宣伝をエンディングで行っていた。番組のオフィシャル本などカレンダー以外の番組関連グッズの宣伝をエンディングで行うこともあった。言い回しは毎回微妙に異なるものの焦点は基本的に〇〇なところで商店これまでまた来週と挨拶して締める。 40分番組だった頃は司会者の挨拶の後、大喜利メンバーたちがお辞儀をする姿を一瞬映し、さらに拍手を送る客席の様子を映してから CM に入り、CM 明けに提供クレジットと次回の放送内容が出た後、オープニングタイトルの左下に寄せ文字で終わりの文字が入ったタイトルが出て、番組終了となっていた。 次回の放送内容の紹介はテロップではなく、収録後の講座の様子を写した、スチール写真に、寄せ文字で書いたパネルで紹介するスタイルが長く、続いていた。五代目円楽時代は CM 前に拍手を送る、客席の様子を写す際に、テロップ表示していた。地方収録やその年の最後に、身元締めで幕締めすることが、恒例中の恒例だったが、 近年の放送内では行われなくなっており、前述の疲労工場の締めでのみ行われている。なお、年内最後の収録終了後には現在でも、舞台の前方に焦点メンバーが並んで散本締めが行われている。演芸や、正月特番などでは、特別企画として、以下の大斬が放送される。アナウンサー大喜利近年の、赤順若手大喜利若手落語家による大喜利 1967年10月8日に初開催されて、以降、不定期に番組の演芸の時間帯に放送される。1967年当時の若手メンバーは、柳屋さん、おさむ、柳屋古金、春風亭英京、林屋菊蔵さん、笑い亭茶楽。1970年代から1990年代の若手メンバーには、古今亭朝さぎ、 桂歌八古今帝菊之助、林谷平、金原邸久平、三遊亭紀楽桂美雪丸林谷小部兵桂武丸月の家鏡春風亭翔太立川壇春三遊亭落大などがいた1990年代前半を最後にしばらくは行われなかったが1998年7月に大桐下国城に 会題の上で4週連続で行われて、以降、再び恒例の企画となった。この時の司会はかつて若手メンバーの一人だった、翔太が担当し、それ以降翔太は、大喜利下国上の司会者として、レギュラー出演にした。1999年5月2日の放送からは、タイトルが、若手大喜利に戻り、ルールの方も2004年12月26日の放送から、 本編大喜利同様に戻っている。この当時の若手メンバーとして、五名老玉のタスク、春風亭成長、五代目、春風亭流行、立川聖子、三遊亭愛学、林家太平二代目、林家菊造、林家菊姫、神田北洋、立花屋亀造、三遊亭遊ぶ場などが出演していた。2003年10月12日に、司会の翔太と、 若手メンバーが出演する派生番組 BS 商店商店ジュニアが放送開始されて以降、商店本編での若手大喜利は2004年12月26日を最後に長らく行われなくなったが、商店ジュニアが2011年3月13日で放送終了となったことに伴い、2011年6月5日に商店本編で再び行われ、司会は引き続き、 翔太が担当した。それ以降は春と秋に行われ、ザフトン運びには日テレ女性アナウンサーを起用した。2013年春から開催の場を、商店特大号の番組上に変えて、毎月に1.2回程度行われ、翔太以外の商店メンバーも司会を担当するようになった。また、2016年に翔太が本編の番組司会に就任して、以降は、 特大号での若手大喜利を継続しつつも、地上派本編での開催も再開されており、こちらも特大号同様、翔太や他の商店メンバーによる司会で進行されている。若手大喜利出身のメンバーは、栄橋、古今、木、旧蔵、浅継翔太、太平、宮寺の7名が該当する。振袖大喜利番組霊明期から開催されている、バラエティ大喜利で、 女性芸能人が、商店メンバーとペアを組んで大喜利に挑戦する。ペアを組む相手は、メンバーのキャラクターに合わせて決められることもある。2015年は、日テレ女性アナウンサーと、商店メンバーによるペア戦だった。これ以降の通常放送でのアナウンサー大喜利も、この形式を踏襲している。このコーナーには、泉ピン子が常連で出演している。2013年以前は、 山田花子も毎回出演していた。東西大喜利新春スペシャルで年一回行われ、商店メンバーと上方花鹿が大喜利で対戦する。1977年の新春スペシャルが初開催。当初は鶴亀大喜利の東西対抗戦として行われていたが、しばらくして東西大喜利として年一回開催の新春恒例のスペシャル大喜利として定着した。 当初の司会は、南信介で、南が休世した1983年の、新春スペシャルは、相川金谷が代理で司会を務めている。以降、2005年までは5代目円楽、2006年から2008年は、歌丸と三子、2009年から2016年は、歌丸単独、2017年からは翔太が司会を務めている。商店メンバーは全員、 黒門付け墓で登場していたが、2003年から、商店メンバーは、普段の色門付けで登場している。情報メンバーは2006年まで黒門付け墓で、統一されていたが、2007年以降は、色門付け墓ま着用している。情報メンバーは、一門別では、昇格一門が、昇復帝松之助と、鶴子でほぼ固定され、それ以外は、踏み絵一門と、 米朝一門で占められている。所属事務所別では、吉本工業が多く、松竹芸能からは鶴子のみ。米朝事務所からは2014年を最後に出演が途絶えている。現在は、西軍の座布団運びが、筆頭アシスタントの愛学と定められており、上方話家による座布団運びは、歌丸、三種コンビ司会時に、 サエグサ門下のカツラミが起用された程度である。2021年は、新型コロナウイルスの影響で行われなかった。その代わりに、例年政軍のリーダーを務めている城島が、引き続き城島出演の後枠番組の宣伝を、かねて広ロとのコラボマン団で出演した。2022年は、東西大喜利が2年ぶりに再開されたが、城島は、東西大喜利には参加せず、 玉川ふとしふくとのコラボロー曲で出演した。スター大喜利、スーパースター大喜利1978年のスペシャルでの単発企画を経て、2018年に40年ぶりに実施され、以降毎年行われている。指定大喜利指定一問、大喜利ちびっ子大喜利鶴亀大喜利ドレミファ、大喜利対決大喜利企画、商店メンバーが、 他の日本テレビ系番組の出演者やジャニーズ事務所に属するグループタレントらとの大喜り対決を行う企画が何回か行われている。特上、天生シンゴトキオ24時間テレビヒルなんです。商店大好き、芸能人お笑い芸人大喜り行列のできる、法律相談所大喜りボクシング世界チャンピオン、大喜り大福大喜りモノマネ大喜りペット大喜り。 ふるさと大喜利仲良しペア大喜利大喜利傑作戦、リモート大喜利番組のオープニングでは、テーマ曲を BGM に、レギュラー出演者と番組スタッフの紹介の後に、最後に制作クレジットが表示される。表示される番組スタッフは、大事、テーマ音楽担当、オープニングアニメ制作者、企画立案、制作協力、ディレクター、プロデューサー、制作担当などである。 焦点温度番組放送当初はテーマ曲はなかったが、1967年1月29日の放送会からオープニング曲が使用された。1967年、キングレコードからレコード発売。後に、複数のレコード会社から企画版のうちの一曲として CD 化されている。2012年、立川男子追悼としてタワーレコード1売で、 当時のシングル版のジャケット写真を用いて、マキシシングルとして、復刻販売される。ジャケットには、連続 TV ドラマ、商店主題歌と記載されているが、発売1年前の1966年には、商店の名前の由来である、氷点の連続テレビドラマが放映されていた。商店のテーマ1969年11月に、男子が司会を降板した後、 新テーマ曲として、焦点のテーマが導入された。また、導入当初は、当時の司会である、前田武彦による歌詞があった。歌は、前田と当時の大喜利メンバーが担当したが、メンバーらの歌が下手だと視聴者からは不評だったことに、伴い、後に、インストゥルメンタルのバージョンに変更された。 1985年3月31日まで使用されていた初期バージョンは、正治治の編曲、式により、ジャズのオーケストラ形式で録音されたが、効果音係が効果音の一つとして使用していたクラクションの操作ミスによって、最後の部分に妙な音調で、パフという音が入ったが、これが好評だったためにそのまま採用され、後述の再録音の際にも再現されるなど、 焦点のテーマのシンボルとなった。また、提供者名を流す、際の番組開始、終了用音楽は、前述の効果音による愛の手が入らないなどアレンジが微妙に異なり、曲の最後の部分で、ブラスの音が強調されていた。これらの音源は、後述のステレオ再録音の音源が採用されるまで、使用され続けた。なお、 当番組は1980年4月6日、放送分からステレオ放送となっているが、それから工述のステレオ再録音が使われるまでは、このモノラル音源を疑似ステレオ化したものが使われていた。その後、テーマ曲は、1985年4月7日に、別の演奏者により、ステレオにて再録音が行われた。さらに、1998年8月2日以降は、 長さが40秒に短縮された。初期の正治治ムの編曲、式によるモノラル音源のインストゥルメンタルバージョンは、ソニーミュージックエンタテインメントからのコンピレーションアルバム CD、日曜夜のテレビは哀愁の第1曲目に収録されている。浅草人太の編曲、演奏によるカバーバージョンもあり、 こちらは2014年5月18日の演芸コーナー出演時に披露されたほか、特番や商店特大号でも使用されている。このほか、出演者の追悼コーナーを設ける場合は、オルゴールバージョンが使用される。1970年まであった演芸場、人形町末広を参考に、昔ながらの寄せの講座をスタジオに再現したいというコンセプトで、 デザインされている。部分的な手直しは何度か行われたが、金曜夜席の放送開始時から基本的なところは変わっていない。司会者席には黒字で、焦点と掘られた剣台が置かれ、ピンマイクが使われる前には、剣台の上にコンデンサーマイクが置かれていた。なお、大喜利メンバーにピンマイクが付けられるようになった後も、収音はしていないが、舞台上にマイクが置かれている。 舞台奥の襖は4枚あり、後楽園ホールでの収録時と地方収録時では絵柄が異なる。後楽園ホールでは園芸コーナーと大切コーナーで柄が異なり、収録時には柄の部分を回転させて切り替えている。地方収録の際は、襖に収録地の名産品、観光名所、祭りの光景などが描かれる。2017年2月5日、 放送文では、大喜利中に、林家太平がこの襖にぶつかり、放送中に襖が一回転してしまうという、ハプニングを起こしている。舞台の上のちょには当初、笑いの文字や、商点メンバーの縄文を入れていたが、1969年から、現在のように名前を書くようになった。舞台上部に飾られている、商点と書かれた額は、 2011年6月5日までは立花の右近によるものが使用されていたが2011年6月12日から立花の左近によるものが使用されている出演者や裏方たちは原則として上手から入り退場するので下手側は通常襖で締められているが対抗戦形式の大切りが行われる時などは下手側の襖も開いて ヘタから入り退場するケースもある。なお、2014年7月6日から2016年5月22日までは、歌丸が、隊長の関係により司会者席に近いヘタ側から、入り退場しており、入り退場するときのみ解放された。舞台上は、基本的に、土足現金となっており、大蹴りメンバーのみならず前半の演芸コーナー、出演者も靴は履かずに舞台に上がる。 初の地方収録は、大阪府寝屋川市で行われた7月15日。また、神奈川県伊勢原市での地方収録の放送時10月21日、ニニール線調べによる、当番組の歴代最高視聴率40.5%をマークしている。かつて、地方収録第1週目の客席からのオープニングでは、 司会者の隣に系列局の女性アナウンサーが座り、当地の名所や名産物を紹介していた。1997年以降の地方収録は以下の通り、近年はもっぱら日本テレビの系列局の開局周年記念として行われている。歌丸時代末期からは放送内での会場名が紹介されなくなり、ただ単に都道府県都市町村の名前のみが、 紹介されている。2018年5月現在で、地方収録の回数が一番多い回数は、福島県の9回。ついで、福岡県が8回。逆に、茨城県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、岡山県、佐賀県、宮崎県では一度も行われていない。初の地方収録を大阪で行った理由は、近畿地方での視聴率対策のためと言われる。 2018年現在、日本テレビは、愚かた局を含め、ホールでの公開収録型番組で、なおかつ地方収録を行っている、番組自体が非常に少なく人気番組であることも、あり、ネット局からの収録の依頼が殺到している、状態である。そのため激しい誘致競争に勝ち抜くために、上記の通り各ネット局の開局記念行事として、行われることがほとんどである。 関東地方では日本テレビ開局で周年として近郊の会場で収録も実施していたがこちらは2003年を最後に行われていない。1990年代以降長らく近畿地方での収録は行われておらず、商店のオフィシャルサイトにも関西での収録予定はないのかという質問が紹介されておりそれに対する答えが前提として要請のあった。 系列局に伺うことになっておりますとなっている。また、歌丸の著書では、大阪府寝屋川市で、公録を行った際に、読売テレビ側がきちんとした対応を取らなかったということで局と出演者たちの間で対立が起きたというエピソードが紹介されている。過去に、大喜利でのザ・布団10枚獲得などによる、海外での収録は、幾度か行われているが、 うち大喜利そのものの海外収録は過去3度行われている。ハワイ公演は大喜利レギュラーだった4代目三遊亭小園優の最後の出演となった。また、香港ロケの模様は90分の特別版で放送された。この他、1991年の番組25周年の時にはパリでの収録が予定されていたが、 湾岸戦争の影響を理由に中止されている。テレビインターネット配信日本国外2005年4月10日、放送開始。番組中の CM はカットされている。系列は、現在の系列。は、日本テレビ系新曲開局やネットチェンジにより終了したツボね。BS 商店、商店ジュニア2003年10月12日から2007年2月17日まで。 BS 放送 BS 日テレで兄弟番組として若手中心の BS 商店を放送した。2007年4月からは CS に移転し、CS 放送日テレプラスで商店ジュニアとして2007年4月22日から2011年3月13日まで放送した。現在商店メンバーの春風亭翔太と林家太平はこの番組の出身。 桂ツラ・ウはナビゲーターとして出演し、現在商店のアシスタントである三遊亭愛学もこの番組に出演していた。商店デラックス視聴者からの要望を受け、5代目円楽司会時代、ウタマ司会時代の商店を再放送。2012年10月1日から2016年9月26日まで、 毎週月曜19時19時54分に BS 日テレにて放送。2016年10月以降はフォーマットはそのままで懐かし版に引き継がれた。焦点特大号2013年4月3日より毎週水曜21時21時54分に BS 日テレにて放送開始。大喜利のディレクターズカット版や新規収録した演芸や若手メンバーによる 若手大喜利などを放送する。商店懐かし版2016年10月10日より、毎週月曜、火曜19時19時54分に、BS 日テレにて、放送開始。月曜は五代目円楽司会時代、火曜は歌丸司会時代の、商店を再放送する。2018年度からは毎週火曜、水曜の、 同じ時間に変更となり、歌丸司会時代の放送が引き続き火曜に、五代目、円楽司会時代の放送が水曜に放送。2021年度からは毎週火曜の放送になり、五代目、円楽司会時代の焦点を放送。もう焦点2016年4月開始。毎週日曜17時25分から17時30分に、日本テレビと、 南海放送の2曲で放送されている5分間の前座番組。開始当初は歌丸の部屋にメンバーが訪ねるという設定のもと歌丸が商店メンバー一人と落語や寄せに関することや番組に関連したちょっとした会話雑談をする内容だった。当番組開始当時歌丸は番組司会として出演していたが2016年5月の 司会交番後も、同番組には、終身名誉司会の肩書きで続投していた。2018年4月1日放送分からは、お一人様大喜利と名打ち、焦点の舞台で、メンバー一人が歌丸から出される大喜利のお題に、答える形式に変更された。 同年5月13日放送分は、ニコニコ超会議での本編公開収録が行われた幕張メッセでの収録となり、歌丸以外のメンバー全員が登場して、大喜りを行った。2018年7月2日に、歌丸は死去。前日の7月1日放送の三平との会が、生前最後のテレビ出演となった。死去直後の7月8日、放送分は、 歌丸追悼スペシャルの事前番組として内容を変更して放送。翌週7月15日放送分から7月29日放送分までは歌丸入院前の同年4月に収録済みで生前に放送されていなかった分を放送していた。また、この期間に放送されたもの以外にも歌丸入院前に収録済みでお蔵入りになっていた回が存在していたことに伴い、 2019年4月7日の放送文では、倉田氏、歌丸版と題して、未放送会を放送。ストックがなくなって、以降は、翔太と、大喜利メンバーが、過去の VTR を見ながらコメントするという形式となっている。過去の出演 VTR は、歌丸のほか他のメンバーをメインとしたものも使用されている。2019年6月30日の放送は、 歌丸一周期スペシャルの事前番組として全員が揃い歴代の歌丸の顔写真を出してその変遷を振り返る企画が放送された2018年8月5日放送分以降は歌丸に代わって番組司会の翔太が進行を担当しているが2019年2月10日17日放送分以降不定期に6代目円楽が進行を務めるケースもある 24時間テレビチャリティー焦点1988年から24時間テレビ愛は地球を救うの1コーナーとして毎年日曜17時20分頃から18時過ぎまで生放送で行われる放送回数には含まれない通常の放送と同様に演芸と大喜利3問で構成されているが大喜利メンバーの挨拶はコーナー冒頭で行われ 大りの一問目と二問目の間に CM が挿入されたりするなど一部の構成が異なる。初期は放送時間は不定でメンバーの挨拶 CM 大り一問という短さで構成されていた。2005年から現在の構成となり、さらに2019年以降は通常形式の大りに加えてその年のパーソナリティを務めるジャニーズ事務所に所属する。 グループタレントらとの対抗大喜利の日本立てとなっている。演芸終了後には、通常放送では放送されない出番を終えた、演芸出演者と一部の焦点メンバーによる舞台裏でのやりとりが放送される。大喜利では、座布団が一番多かったメンバーには栄誉が送られるルールがあった時期もあるが、歌丸式会期以降は、通常の放送と同様にメンバーの回答が終わって、 時間が来たところで司会者が締めの挨拶をして、武道館に呼びかける形式となっている。開始当初は、座布団1枚につき1万円を、募金という特別ルールがあり、当時の司会者5代目円楽が募金をさせるために、つまらない答えでも、あえて座布団を減らすことなく、大番振る舞いし、メンバーが募金を嫌がるというやりとりが見られた。しかし、これを見た視聴者から、 苦情や避難が殺到したため、1991年以降は、このルールが廃止された。この影響もあって、一時期は、商店メンバー全員が募金をする様子を、大切前に放送していた。2005年以降はその年のパーソナリティーらが出演する、場合もある。1988年と1989年は、日本武道館からの生放送。 1990年から1994年は、日産自動車の東銀座にあった、旧本社ギャラリー前広場もしくは旧銀座ギャラリー。1995年からは、JCB 旧本社などからの生中継だった。2003年から2010年までは、汐留、日本テレビタワー特設スタジオからの生中継。2011年以降は、日本テレビ麹町 G スタジオから、 2019年以降は、日本テレビ、番長スタジオからの生中継となっている。日本テレビタワー特設スタジオ時代までは、ふすまのデザインが24時間テレビのロゴが入った、特別仕様だったが、G スタジオに移行してからは、レギュラー放送と同じデザインが使用されている。おはよう商店1998年から2007年までの1月2日に、 箱根駅伝中継が始まる前の時間帯におはよう商店を放送した。大商店2006年から2008年までの1月1日に新春スペシャルとして生放送で大商店が行われた。商店緊急追悼特番ありがとう円楽さん5代目、三遊亭窓科学の成拠に伴う追悼特番。 2009年11月1日16時55分から17時25分に日本テレビ、読売テレビで放送。後に2010年1月3日16時30分17時に BS 日テレで放送された。桂歌丸を司会に落語、矢次郎1月9日放送分の再放送、大喜利3月6日放送分、2001年2月11日放送分。 1988年4月3日、放送分の様子が流れた。また、その翌週の2009年11月8日には急遽、予定を変更して、ありがとう円楽さん。商店メンバーお別れ会が放送された。商店お正月だよ。大喜利祭新春特番自体は開始当初から行われており、放送枠はこの時より、曜日に関係なく、 元日の夕方に固定していた。特番タイトルは年によって異なるが、1990年代までは、ゲストを招いた大喜利とメンバーの初春工場のみ、放送していたが、90年代末期に入ると、ロケ企画や演芸コーナーも盛り込まれるようになった。2006年からは、対象展が放送されていたが、そのまま、同特番に内放する、事前収録パートとして、 従来の新春特番の定裁を保ち、対象点を放送しなくなった2009年以降の元日は16時18時に固定。タイトルも現在のものとなり、大喜利を中心とした内容の2時間特番が放送されている。チャリティー商店と同様に放送回数には含まれない。翔太が司会に就任した2017年以降は、ことぶき大桐にて、毎年、綾瀬春が、 ゲスト出演しており、ザ・布団運びや司会補佐を経て、2020年以降は単独で司会を担当することがある。ザ・富士山2011年5月6日に金曜スーパープライム枠でザ・富士山大解剖スペシャルを放送した。ここでは大喜利メンバーが富士山にちなんだ大喜利を披露。ナレーションは平野義和。 あのニュースで得する人損する人とのコラボレーション大喜利メンバーと桂歌丸が人間ドックを受信する様子が2015年4月9日のあのニュースで得する人損する人2時間スペシャルで放送された番組内では商店メンバーと特損メンバーのペアによる大喜利が開催された特損メンバーはペアを組む商店メンバーと同じ色の色もん付けを着用した お題は1問のみで、第2403回の大喜利1問目と同じお題が出題された。BS 商店ドラマスペシャル2017年より、BS 日テレにて、BS 商店ドラマスペシャルと題した、商店にまつわる人物の反省を描いた、スペシャルドラマが制作、放送されている。ドラマには、現役の商店メンバーも随所に登場している。 焦点カツラ歌丸師匠ありがとうスペシャル5代目司会者でもあったカツラ歌丸の成長に伴う追悼特番2018年7月8日は内容を変更しカツラ歌丸師匠ありがとうスペシャルを放送前半は歌丸が出演した過去の大喜利の映像を出演者全員で振り返り後半はメンバー全員による追悼大喜利を放送した ミスター商店カツラ歌丸追悼特番2018年7月12日19時20時54分に生放送された特別番組司会のマスタイチ、三浦朝美と2018年当時の出演者8人がカツラ歌丸の追い立ち歌丸最後の出演となった2016年5月22日の生放送の裏側商店出演の回答者から司会者時代などの反省 司会優退後に入退員を繰り返しながら、寄せや落語会の舞台に上がり続けた、最晩年の密着の模様をトークを交えながら、解雇する形式で個人を忍んだ。スタジオでは、歌丸の妻、藤子をはじめとした、歌丸の遺族が観覧し、スタジオのセットには歌丸が、番組で着用していた色紋付けや、歌丸の写真、人形などが飾られていた。なお、太平は、 当日に講座への出演が控えていたことから19時30分頃に途中退席した。平均視聴率は10.7%を記録。映像の制作期間が短かったためか、テロップやナレーションに誤りがいくつかあった。嵐に仕上がれ、商店記念館同局で2018年当時放送されていた。 嵐に仕上がれの2018年7月28日放送分にて実施。三平を除く2018年当時の商店メンバー7人が出演し、商店の番組52年の歴史を振り返る企画として、商店記念館が行われたほか、商店メンバーと嵐による大喜りが行われ、嵐を第二う上お作文が出題された。なお、 嵐メンバーの座り順と色もん付けの色は左から王の二宮、桜井、相馬、松本の順だった。また地方収録の時はその地域の系列局の技術、スタッフ、ディレクター、プロデューサーが携わることがある。なおかつては地方収録時は日本テレビとその地域の系列局が共同で制作、著作していたが、現在はその地域の系列局は 制作協力扱いとなっている。番組放送50周年を記念して2016年4月より全国各地で巡回展、商店放送50周年特別記念展が各地で開催され、商店商店として番組放送50周年記念グッズなどの販売が行われた。また、放送50周年特別記念展が行われた関東、 関西2店舗よりも、催事上の規模が小さい高島屋などを対象に、展示スペースを一部縮小、または展示のない物販のみの形で、商店商店フェアを開催している。また、2021年4月には、商店放送55周年特別記念展が開催された。現段階で、中部地方、四国以外ではいずれも開催実績がある。 もう焦点に関するカテゴリー、ありがとうございます。